夏ハゼは全国の産地、丘陵地に生育するツツジカスの貴族の落葉低木。日本、朝鮮半島、中国原産。夏にハゼの木のような紅葉が見られることから名付けられた。高さは1.5から3メートルになる。樹皮は肺褐色で縦に裂け、薄い縦長の裂片となって剥がれ落ちる。若い茎は赤褐色で量があり、 曲がった短い難毛と開け出した、繊毛が生える。葉は、長さ1から2ミリメートルの傭兵を持って固成する。葉芯は、卵状態型で、長さ4から10センチメートル、幅2から5センチメートルになり、先端は鋭く尖り、縁は全縁。葉の両面に荒い毛が、まばらに生え、縁には、多数の繊毛が生える。トラフシジミの幼虫が食草としている。 カキは五から六月。新枝の先端に、長さ三から四センチメートルの相乗果樹を出し、多数の花を下向きにつける。学糖は、専毛が治留する、逆付き形で、先端は高列し、列片は三角形となり、先端は、鋭く尖る。果敢は赤みを帯びた黄緑色で、長さ四から五ミリメートルあり、小型で、先端は浅く五列し、先は鈍く、反曲する。 湯水は10本ある。果実は、計7から8ミリメートルになる休憩の液化で、黒色に熟し食用になる。中国の国立高省、吉林省、浅西省、内蒙古自治区、新疆ウイグル自治区、朝鮮半島南部、日本に分布する。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の林園に生育する。特に花崗岩の土地を好む。 日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。果実は10から11月にかけて熟し、ブルーベリーに似た黒か試食になる。甘酸っぱいため、生食のほかジャムや果実種に加工できる。干渉用にも栽培されている。挿し木は6月。夏は乾燥を防ぐためにやや日陰になる場所に置く。剪定は開花後に行う。なお、 都道府県別の収穫量では福島県がシェアの100%を占める。ありがとうございます。